今回はダイソーで売っていたクリスマスのキットを作っていきます。数年前の企画のキットのようで、販売している店舗は少なめのようです。サンタさんの方を作っていきます。説明書に沿って羊毛を分けていきます。赤は仕上げ用1つまみ、残りは本体を作る分3つ、白は帽子用、ヒゲ用、洋服の飾り用に2つです。オレンジは花の分、薄橙はカゴの分で、目パーツとニードルが入っています。ダイソーのニードルは使用せず、クローバーのニードルを使用していきます。まずは赤の本体用1つを軽くほぐして 2.5×5cm の円錐を作っていきます。1つ目で芯ができたら、そこに2つ目の羊毛をかぶせて大きくしていきます。 3cm×7cm の大きさです。3つ目でさらに大きくしていきます。最終的には 3.5cm×8cm の大きさに仕上げていきます。一番表に見える面なので、浅く細かく刺して表面は綺麗に仕上げておくと綺麗に仕上がります。次に薄橙で下から3センチの部分のところが底辺で、半円を刺していきます。目をつけるところをしっかりへこませて、目打ちでしっかり穴を開けて、目パーツにボンドをつけて差し込んでいきます。しっかり押さえ込んで、オレンジの羊毛から少量取って鼻をつけていきます。次に帽子の飾り用で、帽子のぼんぼりと白い縁をつけていきます。ぼんぼりを固めたら、てっぺんに優しく刺してつけていきます。顔の上からぐるっと一周巻きつけて、刺せすぎないように形を整える程度でふんわりした飾りをつけていきます。ひげの分をしおり状にして顔の周りにつけていきます。形を整える程度でふんわり仕上げると可愛く仕上がります。洋服用の羊毛を2つを1つにまとめて軽くほぐします。ベルトの分とバックルの分を除いて、残りで裾の分をぐるっと一周巻きつけていきます。細い小よりを作ってベルトをつけます。つけ終わったら中央にバックルをつけて、綺麗に整えられたら完成です。ご視聴ありがとうございました。